浜田県は1871年に岩見国、沖国内の幕府領、旧浜田藩領を管轄するために明治政府によって設置された県。管轄地域は現在の島根県岩見地方、沖諸島。本校では前身の大木県、大森県についても記す。江戸時代、沖国一円は幕府領、岩見国は浜田藩。 津和野藩のほか、岩見銀山周辺の幕府領を管轄する大森大官所によって支配されていた。しかし、幕末に長州藩の侵攻を受けて浜田藩が鶴田藩に違法となり、大森大官所の管轄地域と合わせて長州藩の支配下に置かれた。1869年2月、松江藩が預かっていた沖国一円の幕府領を管轄する沖県が発足。 わずか半年後に県庁を大森大館所に移転して大森県となり岩見国内の長州藩の支配地域を管轄地域に加えた。1870年大森県は県庁を長国浅井村に移転して浜田県に改称。翌1871年には廃藩となった津和野藩を編入して、 岩見国一円を管轄することとなり、翌年の第一次府県統合でも存続した。しかし、沖国は、法規国三県の合併によって新設された、島根県に合併されることとなり、浜田県から分離。残部も1876年の第二次府県統合により、島根県に合併されて廃止された。なお、浜田県県令の佐藤信弘は、退任後ほどなく、 島根県県令に就任している、津和の藩を編入する前の範囲を示す。ただし、一部と記している軍の残部はすべて津和の藩領である。ありがとうございます。